皆さんおはようございます。占いカリスマ美容師の桑原美智夫です。今日からいよいよ4月、4月1日生まれの人はおしゃべりな人です。のべつ巻く泣くというタイプではありませんが、話が得意な人です。そして新しいものが出るとすぐに、買ってみたくなります。やや神経質で真面目です。普段は穏やかで誰とでもそつなくお付き合いができます。心が綺麗な人が多く透明感のある人です。しかし一旦堪忍袋の尾が切れると激流となって当たりを何とはします。もともとの性格はきつい方で、若い時には何かとトラブルに巻き込まれやすいようです。しかし経験を重ねるたびにだんだんと優しさを増しますので、穏やかな人生となっていきます。母親との縁が強く、手先もとても器用な人が多いようです。そして今日55歳の誕生日の人は1959年4月1日までとなりますので、プロフェッショナルな人が多いようです。階段を上がるように確実にステップアップしていきます。頭もいいのですが、とても頑固で融通が効かない人が多いようです。正義感も強く、いい加減な人を許せません。父親との縁が薄く、欲しいものは自分の手で手に入れていくタイプの人です。思いやりや愛情表現が苦手でとっつきにくいところがありますが、夢を求めるロマンチストなところもあります。新しいものと古いものを上手に取り入れ、とにかく何かに興味を持つと、とことん追求したくなるようで、凝り性な人が多いようです。以上で今日4月1日生まれの誕生日占いを終了いたします。また明日も楽しみにしてください。ありがとうございます。激流となって当たりを何とはします。もともとの性格はきつい方で、若い時には何かとトラブルに巻き込まれやすいようです。しかし経験を重ねるたびにだんだんと優しさを増しますので、穏やかな人生となっていきます。母親との縁が強く、手先もとても器用な人が多いようです。そして今日55歳の誕生日の人は1959年4月1日までとなりますので、プロフェッショナルな人が多いようです。階段を上がるように確実にステップアップした人が出るとすぐに、買ってみたくなります。やや神経質で真面目です。普段は穏やかで誰とでもそつなくお付き合いができます。心が綺麗な人が多く透明感のある人です。しかし一旦堪忍袋の尾が切れると消えていきます。頭もいいのですが、とても頑固で融通が効かない人が多いようです。正義感も強く、いい加減な人を許せません。父親との縁が薄く、欲しいものは自分の手で手に入れていくタイプの人です。皆さんおはようございます。占いカリスマ美容師の桑原美智夫です。今日からいよいよ4月、4月1日生まれの人はおしゃべりな人です。のべつ巻く泣くというタイプではありませんが、話が得意な人です。そして新しいもの